どうですか、調子。僕の友達。いいですか。楽しくやってる。楽しくやってる。今何歳ですか。43歳。43歳か。何歳までやったんでしょう。34歳。まだできない。怪我、はい、怪我。はい。いやでは今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いします。僕はもう田臥会ったこと前だから全然会ったことなかったけど、フィニックス行って、でフィニックスサンズがあの選手もう選手の最初から最後までの名前があのウォールにあったんでしょ、うん、だから田臥の名前があったんでしょ、うん、写真撮ったよ、うん、送ったよ。そうだっけ。あ、覚えてます。覚えてる。送ったよ。そうだ、今それを聞いて思い出しました。ねえ、はい、写真撮りましたよ。ありがとう。そう、コーリーと、ね、それはもう全然会ったことなかったんでしょう、うん、けど、ね、やっぱりちゃんと喋ったことなかったし、うん、やっぱりなんかそれ面白いな、はい、たくさん聞きたいことはいあるので聞かせていただければ。答えあるかな。はい、困ります。まずはあの本当オリンピックね、改めておめでとうございます、はい、ありがとうございます。本当に、はい、ワールドカップの話から聞きたいなと僕は思うんですけど、はい、トムさんが興奮した瞬間だったりっていうのはあの期間であったんですか。チームとしてワールドカップでありましたよ。もうあの大会はフィンランドの勝ったの瞬間はすごかった。なんかアリーナの雰囲気が本当にすごかった。で、もう18点差に負けて、で勝って本当にもうなんかすごかった。久しぶり、まあオリンピックぶりかな、東京オリンピックぶりかな。そう、女子のね、東京オリンピックも。はい。あのベネズエラ戦の方が難しかったかな。なんか残り7分で15点差負けて。うん、負けて。で逆転に勝って、あれあの時もすごかったよ。どの試合が緊張したとかはあったんですか。なんかチーム見てて選手たちとか雰囲気はどうだったのかなっていうのがあって、あのドイツの前半、ドイツ戦の前半、うん、やっぱり、まあ、20点差に負けたじゃないですか、うん、だから後半は同じ道になったら40点差負けたらもう、うん、このチームはやばいかなと思った。だから自信とかなくなるかもしれない、うん、だから本当にまあ、ハーフタイムでもう、まあ、この試合は勝ち負け関係ないで、とりあえず後半に勝ちましょうよ、うん、なんかそういう考え方、うん、でみんなが本当に後半が頑張った、うん、後半に勝ってから、うん、ああもうチームは崩せなかったんですよ。うーん、そこからみんなチームとして自信が出てきて、はい、だからフィンランド戦勝ったよ。うーん、はい、そういう一つの自信とかっていうのすごい大事じゃないですか。大事。まあ、よくわかると思うんですけど、うん、やっぱりチームがちょっとおかしくなったら、うん、なんかブレてると思う、うん、すぐ直せない、うん、すぐ直せないんだったらもう大変じゃないですか。ですね、もうたまらないんですよ。ね、うん、だから僕は、まあ、ドイツの前半は、うん、やばいかな、まだまだ全然自信あったんですけど、うん、もしね、可能性がこう、ね、そうだよ、ね、それだったら大変かなと思った。あ、じゃあそこの そこはすごい、後半はすごいポイントだったんですね。大事だったよ。はい、やっぱりそれがあったからその後ずっと続いて、そうですよ、その後ももう少し負けてももうみんな自信あった。あ、それは大きいですね。大きいです、すごく。うん、でそういうのを経験して、やっぱじゃあこの、まあ、今回アジアカップ、アジアカップ、うん、こういうのはやっぱだから経験としてチームとしてつなげていきたい。そうですよ。だからまあメンバー違うじゃないですか、ユータもいない、富永もいないとか、うんうん、でも同じシステムとか同じなんか、うん、スタンダードが、うんうん、チームと一緒に作りたいんですよ、うん、だからもし、うん、ワールドカップがここでこの合宿がこれになったらちょっと良くないかな、うん、そこまで。そうでしょう。 もっともっともっとここがもうベースというか。そうでしょう、うん。まあ、この合宿はもう当たり前、グアムと中国に勝ちたい、うん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 、間違いない、勝ちたい、うん、でも
フランスも準備したい、あのパリスのオリンピックのも準備したいです。ではもう本当にそれをそのためのこの準備、はい、だから今、まあ、今の大きいアジャストメントがしないんですけど、うん、やっぱりワールドカップのデータ見て、うん、あこれやった方がいいとかこれやった方がいいとかこのディフェンスちょっと変わった方がいいかなとか、うん、だからちっちゃいアジャストメントは結構やってます、うん、あもうそれをそうやって今回の、はい、いいかどうかちょっとチェックしてチャレンジしてて、はい、あでそれもじゃあ選手たちもみんなそこのポイントっていうのはそうですトムさんも伝えて、はい、みんなもそこを目指して、はい、そうですあじゃあもうそこはイコールオリンピックに向けてってもう、はい、そうですとこなんですね、はい、だからやっぱり、まあ、ワールドカップの経過すごい良かった、うん、けど足りないこともいっぱいあったんでしょう、うん、だからそれは直せないとオリンピックに上手にできないかなと思いますよ。だからみんななんかあのいいところだけ考えるだから良くないんですよ。悪いこともやったよ。これは足りなかったよ。でもそれはネガティブなことじゃなくて、ね、ネガティブじゃないでしょ。直したい。直したいっていう、はい、より良くするためのっていうところをね。そうです。ね、だからトムさんがやっぱそういうマインドで引っ張ってくれてるから選手たちもやっぱりこうみんな、はあ、なんか。いやもうそれ、ね、はいもうそれ欲しいなですよね。そうですよ。そのなんか一体感、はい、だから本当にワールドカップ終わってから、うん、あのケープヴェルデ戦終わって僕はもうなんかすごいアリーナの気持ちとか雰囲気すごい見て考えて、うん、いろいろ考えてでもすぐなんかこれから仕事かな次逆もうパリスかなもうそれは終わった終わったからなんかそれを次のステップパリスはすぐですよ。だから本当に日本のまあ長い間日本のバスボールやったじゃないですか、はい、でもう少しずつ人気になったとか、うん日本の皆さんがいろいろなんか盛り上がったじゃないですか、うん、このパリオリンピックがちゃんと結果出したら、うん、もう鳥肌だよいや鳥肌を立ってもらいたいそうそうですよ本当にもう1990年から始まったよ日本のバスケット、うん、そうですよね34年前だよ。そう。全然今全然違う。そうですよ。僕子供の頃トムさんが日本でプレーしてたの見てたんで。そうだよ。ですよね。そこからずっと今。はい、で僕はもうまあ引退する前に。タブセイの名前がいろいろ聞いて、このハイスクールキッドはすごい上手。あ、そうですか。おお。そう。昔ね。昔ですよ。そうでしたよね。はい。そうなんで、まあ、それがね、今こうやって時間が経って、はい、トムさん、女子もそうやって強くしてくださって、はいはい、またね、女子もそれがそうですよ、ね、今回、はい、オリンピック決まってね、はい、すごい ね一緒に行けるっていうのも素晴らしいことですよね。素晴らしいですよ、本当に楽しみです、うんね、楽しみですよ、ねうん、選手たち本当に頑張った、うん、OKT で勝つのも ね本当大変ですもんね。いや、大変だったよ、うんはいでも本当に良かった。良かったですね、はい。トムさんが掲げる、まあ、代表チームとして掲げるキーワード、まあ。いつも言うじゃないですか。もう信じてる believe、ね、believe だよ。うん、だからフィンランド戦もう18点差の時にもし信じてないんだったらもう勝てないよ。うん、勝てないじゃないですか。うん、もう。ちょっとでもね、それを信じなくなったら、それもしかも一人でもいたらね、それは絶対に勝てないんですよ、うんうん。あれはチームのこととか自分のことも信じてなかったらもうできなかったよ。うんうん、だから本当にあのキーワードはもう大きいです。それってスキルとかじゃないじゃないですか。スキルじゃない。ね。気持ちの考え方、考え方、ね、部分だからバスケットはもう大きさとかパワーも当たり前あるんですけど、うん、来れないと来れないともう、うん、もう無理です。
トムさんはそれを大事に、いや大事です、チームを作って、だから元気の時もちっちゃいじゃない、うん、でもあったじゃないですか、はい、僕も細かったとか、うん、でももうこれは、ま、負けないんですよ、うん、もうそれもすごい自信あった、うん、ま、もう間違いない、相手は関係ない、うん、負けないです、代表チームも、そうだからコーチになって、うん、コーチになって同じ考え方ある、うん、あの気持ちが知ったい、痛いんですよ選手たちに、はい、もうこれだよ、これその気持ちって代表チームとかトップもちろんですけど、はい、子供たちも同じですよね、当たり前ですよね、はい、日本のバスケをやる子供たち、それ気持ちいいですよね、だから本当に気持ちいいですよ、ですよね、だからあるかどうか、うん、だからすぐ分かる子供たちがあるかどうかとか、うん、だから現役の時も相手があるかどうかはもうすぐ分かったですよ ね、はい、そこを大事にもう大事だよ、それを大事にする日本代表のチームをファンの方もね、だから信じてもらって、ね、うん、そうですよ、はい、だからうちの選手たち集まってるの選手たちは絶対あります、うんうん、絶対ある、ね、トムさんは日本代表のバスケ、はい、まあ、パリ五輪オリンピック行くわけですけども、はい、どういうバスケットを見せつけたいですか。綺麗なバスケット、だから僕の綺麗なイメージは速いバスケット、うん、でティームバスケット、ボールが回してカッティングもしてターンオーバーも少ない、うん、もう 100% 頑張って努力もやって、うん、だからそこを綺麗なバスケット、うん、本当に世界はまあいろいろスタイルあるんですけど、うん、やっぱり日本はちゃんとやったらなんかピュアなバスケットかなと思いますよ、うん、まあたまに今まではワールドカップはたまにやったんですけど、うん、40分間やってないんですよ、うん、だからそれはもう最初から最後までの本当にの綺麗ないいバスケをやって、うん、で他の国の応援たちがいや日本がすごいね、うん、なんかそれは聞きたいんですよ。あ、なるほど、あの東京オリンピックも他の国が、うん、いや日本すごいすごい何回も聞いたんですよ、な日本のバスケすごい、だから男子も同じことをやりたいです。面白いですね、うん、それぜひ、それも相手のリスペクトが、うん、リスペクトが大事じゃないですか、ですね、リスペクトを受けてからこそ、うん、そうですよ、うん、そう伝わってるしっていうところですよね。あ、それはぜひ見てみたいです、ね、はい、楽しみです楽しみです。皆さん、あのワールドカップでみんなの力でいい結果出したんですよ。でもパリオリンピック相手もっと強いから、本当に日本からみんなの気持ちが必要、みんな一緒に頑張りましょう。いいですか。素晴らしい、さすがです、トムさん。完璧ですか。よかったよかった、ありがとうございます。お忙しいの、練習大変なのでありがとうございます。いい、まあ、いや、いいインタビュー。嬉しいです、もういろいろ話せて。